取材思ったより早く終わったね。今日もお疲れ様、まやちゃん。あやさんもお疲れ様です。連日続いた取材も今日ので最後でしたよね。うん、私は明日からしばらくお休みをもらってるんだ。久しぶりのまとまったお休みだよ。そうなんですね。実は自分もなんですよ。まやちゃんも？あ、そうだったんだ。お互いちょっと遅い春休みだね。そうですね。まあ自分はコラムの内容を決めておかなきゃいけないので完全にオフってわけじゃないですけどね。まやちゃんのコラム人気が上がり続けてるって言ってたもんね。おかげさまで。あれ、そこにいるの、あやちゃんとまやちゃん？かなちゃん、偶然だね。今日はどうしたの？スタジオの帰りだよ。桜が綺麗だったからお散歩しながら帰ってるんだ。ここの道は桜がよく見えるし、日差しがポカポカで歩いてて気持ちがいいから。おお、なんかいいですね。確かにここの桜とっても綺麗ですもんね。ほんとだね。ピンク色がひらひら舞ってて、桜、桜か。あ、そういえば私今年はまだお花見してないな。自分もです。最近忙しかったですし、なかなか時間が作れなかったんですよね。私は家族にはお花見したんだけど、お友達とはまだだな。そっか。それじゃあさ、やろうよお花見。私とまやちゃんはしばらくオフなんだ。タイミングもバッチリだし、どうかな？おお、いいですねそれ。うん、私も賛成だよ、あやちゃん。よし、決まり。それじゃあ話し合いのために3人のチャットグループを作って。あれ、あやにかの、それにまやもいるじゃん。そんなところで集まって何話してんの？りさちゃん、あ、そうだ、りさちゃんも一緒にどうかな。実は今3人でお花見しようって話をしてたんだ。もしよかったらりさちゃんも一緒にどう？なにそれ、超楽しそうじゃん。行く行く、絶対行くよ。そうだ、そのお花見さ、ランも誘っていい？最近アリサのところに行って桜の盆栽眺めてるみたいだし、きっと喜ぶと思うんだよね。盆栽ですか、これまた風流ですね。もちろん、ランちゃんさえよければぜひ参加してほしいな。ありがとう。それじゃあ後で連絡しとくよ。日にちはみんなで相談するとして、問題は場所決めと当日のお弁当かな。準備もみんなでできたらいいんだけど、結構難しそうだよね。確かに、私結構スタジオとかバイトとかで予定詰まってるんだよね。何も習い事とかあるだろうし。自分もコラムの内容決めと資料集めがあるので、あまり時間を取れないかもしれません。そうだよね。それじゃあ幹事を決めておくのはどうかな。幹事？幹事が中心になって仕事を割り振ればそれぞれの負担は軽くなると思うし。うん、それいいかも。そういうことなら幹事は私に任せて。もともとお花見をしようって言い出したのは私だから。でもな、幹事って結構大変じゃない？大丈夫大丈夫、大変な時はみんなに助けてもらっちゃうから。そしたら私も一緒にやるよ。私もハロハピのライブが終わったばかりで少しは時間が取れるから、幹事のあやちゃんを私がサポートするっていうことでどうかな。そうしてくれるならすっごいありがたいんだけど、本当にいいの？何か手伝えることがあったらちゃんと言ってよね。うん、ありがとうリサちゃん。
それじゃあ早速帰って計画立てなきゃ。みんな後で OK の日メッセージで送っておいてね。了解しました。 OK。 あや、私とランをグループに追加するの忘れないでよ。大丈夫だよ。冗談冗談。それじゃあまたね。メッセージ、誰からだろう。リサさんから。アヤ、カノン、マヤとの花見決定、ランも来てよって。なんで私に。まあいいけど。わかりました。とあれ、でも桜ってもう散り始めてるような。大丈夫かな。それじゃあ打ち合わせを始めよっか。うん、今日は場所決めをするんだよね。うん、おすすめスポットが載ってる雑誌とかたくさん買ってきたから、これを参考にして決めよう。準備バッチリだね。幹事を任されてるんだからこれくらい当然だよ。それじゃあまずは話題のスポットから。この桜も綺麗だね。さっき見た場所とは種類が違うのかな。色が濃くてすっごく可愛い。こっちは花の形が少し違うみたい。普通の桜も可愛いけど、こっちも素敵だね。お待たせしました。羽沢コーヒー店特製の桜ラテ2つとバタークッキーです。ありがとう、つぐみちゃん。こちらこそ、いつもありがとうございます。二人ともずっと桜の話をしてるみたいですけど、もしかしてお花見に行ってきたんですか。実は私もこの前みんなと行ってきたんです。すっごく綺麗でしたよね。つぐみちゃんはもうお花見してきたんだ。私たちはまだこれからなんだ。そうそう、今からすっごく楽しみだよね。これから。この辺りの桜ってそろそろ見納めのシーズンなんじゃ。ううん、もしかしたらまだ見頃の場所があるのかも。そうだったんですね。お花見いつ行くんですか。そういえば仮で日にちは決めておいたけど、まだちゃんと決めてなかったよね。日にち決まってないんですか。あ、そういえばみんなの都合がつくのは次の日曜日かその次の土曜日だったと思うんだけど。そろそろ決めてみんなにもお知らせしないとね。せっかくだからできるだけ早く行きたいし、次の日曜日でどうかな。うん、いいと思う。グループにメッセージ送っておくよ。ありがとう、あやちゃん。大丈夫なのかな。そういえばつぐみちゃんはもう花見行ったって言ってたよね。もしかしてアフターグローのみんなと。え、あ、はい。ともえちゃんの提案で今年はちょっと遠くへ桜を見に行ったんです。みんなと一緒だと移動もすっごく楽しくて最高のお花見になりました。遠出か。私もみんなと一緒なら迷わず行けるかな。きっと大丈夫ですよ。早くに出発できるなら思い切って遠出もおすすめですよ。確かに小旅行って感じでいいかも。迷うな。あ、でもその私たちが行った時桜が散り始めていたので見納めを過ぎてる場所が多いかもしれません。そっか、残念だけど仕方ないよね。うん、せっかく行っても桜がなかったらお花見にならないし。はい、それにあやさんはアイドルですし、あまり人気のスポットとか人がたくさんいるところに行くとバレて大騒ぎになっちゃうかも。そうなったらもうお花見どころじゃないですし、
こはぐっとこらえてバレにくい場所でお花見するのがいいと思うんです。え、あ、そうかな。やっぱり人が多いところだと私バレちゃいそうかな。はい、きっとサインや握手を求めるファンで長蛇の列ができちゃいます。それは困るよ。そうだよね、きっとバレちゃうよね。大騒ぎになったら困るし、今回はできるだけ近くでお花見しようか。そうなるとやっぱり場所は公園かな。身近だし、通りかかるのは知ってる人ばかりだからバレて大騒ぎなんてことにはならないと思う。うん、のんびりできるしすごくいいと思う。よし、それじゃあ場所は公園に決定。日にちに続いて場所もバッチリだね。となると次はいよいよお弁当の準備か。私料理はそんなに得意ってわけじゃないからちょっと不安だな。私もお母さんのお手伝いはするけど、すごく上手ってわけじゃないし、練習とかしておいた方がいいのかな。確かに。ねえかのんちゃん、一緒にお弁当作りの練習しない？いきなり可愛いお弁当作ろうとして失敗しちゃったら大変だし。うん、それなら明日うちでどうかな。お友達が遊びに来るって言ったらお母さんもきっと喜ぶと思うし。本当？いいならぜひお邪魔したいな。かのんちゃんのお母さんにも喜んでもらえるような美味しいお弁当を作らなくちゃ。よーし、頑張るぞ。食材準備よし、エプロンよし、気合十分。それじゃあ始めようか。昨日の夜メニュー決定って連絡くれたけど、結局何を作ることにしたの？今回はね、サンドイッチを作ろうと思ってるんだ。サンドイッチか。確かにサンドイッチは手軽につまめるし、お花見にはぴったりのメニューだよね。そうそう、それに挟むものとか盛り付けを工夫すれば見た目も華やかになって SNS 映えも完璧だと思うんだ。 SNS 映え？あ、それならちょうどいいものがあるよ。なになに？いいものって？確かこの引き出しに、あ、あった、これこれ。それって抜き型？星とお花と、あ、こっちはウサギかな。たくさん種類があって可愛いね。うん、この前お母さんと一緒にお買い物してた時に見つけて買ってもらったんだ。これで型抜きした食パンでサンドイッチを作ればすごく可愛いのができるかなって。うわー、うん、いいと思う。実はね、私も一ついいやり方知ってるんだ。それを見てお弁当はサンドイッチにしたいって思ったの。え、なになに、どうやるの？それはやってみてのお楽しみ。それじゃあ SNS 映えするサンドイッチ作りスタート。私のサンドイッチをこの辺に盛り付けてっと。これで完成だよね。いいじゃん、いいよね。これ見た目もかなり可愛くできてると思わない？特にあやちゃんが作ったロールケーキみたいなサンドイッチ、これすっごい可愛いね。よかった。可愛いお弁当をいろいろ調べてたらこのサンドイッチをブログに上げてる人がいて参考にさせてもらっちゃった。ラップで包んでくるくる巻くだけだから簡単だし、見た目もすっごい華やかになるね。このお弁当の写真 SNS に上げちゃおうかな。どう思う？私はいいと思うよ。こんなによくできたらみんなに見てもらいたくなるもん。やったー。それじゃあこの辺片付けちゃおうか。で、ここに置
お弁当箱を置いて、バッチリ、カノンちゃんも一緒にたろ。それじゃあ私は当日この写真を見てお弁当を作ろうかな。やり遂げた後の紅茶は格別って感じ。おかわりあるから遠慮なく言ってね。うん、ありがとう。けどさ、これでお弁当もバッチリだし、お花見の準備かなり順調に進んでるよね。やっぱりそう思う？私も今ちょうど思ってたんだ。あまりにも順調すぎて、さっきの画像見てみんな驚いてるかもね。なんか時間が余っちゃったね。他にも前もってなんか準備しておこっか。そうだね、そうしよう。けど何があるかな。私はお花見の当日にみんなが喜んでくれそうなことを準備しておきたいな。みんなが喜んでくれそうなこと、あれはどうかな。みんながお花見を楽しめるようにお花見のしおりを作るのは。お花見のしおり？うん、そういう冊子みたいのがあると遠足みたいできっとワクワクすると思うし、注意事項とか持ち物も前もって伝えられるんじゃないかな。カノンちゃん、それナイスアイデアだよ。本当に？やった。しおりにはどんなことを載せようか。注意事項と持ち物は入れるでしょ。あとは私的には桜の種類の違いとか分かると面白いかな。あー、それいいね。一口に桜って言ってもいろんな種類があるもんね。私調べてみるね。それじゃあ私は桜に関連した俳句とか短歌とかそういうの集めてみようかな。実際の桜を見ながらそういう文化に触れられたらすごい情緒があると思うんだ。うんうん、そんなお花見のしおりがあったらきっとみんな喜んでくれると思う。それじゃあ早速作っちゃおう。これなら絶対いいお花見になるよ。私もそう思うよ。当日が楽しみだね。新しいメッセージはなしか。はぁ、大丈夫かな。あやさんと松原さんなら大丈夫ですよ、きっと。多分、おそらく。だんだん声小さくなってるし。あれ、リサさんとマヤさん。あ、なあ、やっほー、これからお昼？はい、その前に飲み物買いに行こうと思って。っていうか、二人で深刻そうな顔してましたけど、なんかありました？ああ、見られちゃった。実は、お花見のことがちょっとだけ心配になっちゃって。ランも昨日のメッセージ見たよね。お弁当の画像のやつですよね。そう、それ。あと、お花見のしおりを作り始めたって書いてありましたね。お花見のしおりね。あの二人らしいといえばらしいけど、持ち物の準備とかは大丈夫なのかな。今まで連絡があったことは、次の日曜日に近くの公園でお花見をするってことだけだよね。集合時間とかも聞いてなくない？それに私たちの持ち物とかどうしたらいいんでしょう。それなんだよね。そういう具体的な話はまだ何も聞いてないっていうか、私実は何度かあやに連絡してるんだけど、結局いつもお花見楽しみだねって話になって終わっちゃうんだよね。あやさん、お花見を本当に楽しみにしてますからね。まあ二人とも責任感強いし、実際にちょっとずつ準備は進んでると思うんだけど、あんまりのんびりしてもいられないじゃん。確かに
そろそろ桜の見納めの時期ですもんね。あ、そう言われれば。このままだと桜が全部散っちゃいそうだなとか思ってさ。実は私、この前アフターグローのみんなとお花見に行ったんですけど、その時すでに散り始めてました。それってかなりヤバくない？今ちょっとスマホで調べてみますね。なるほど。どうだった？この辺りの桜はだいたい今週いっぱいで見納めになるみたいですね。もちろん多少のズレはあると思いますが、さすがに来週には散ってしまっているかと。ってことは次の日曜日を逃したらアウトってことだよね。本当に大丈夫なのかな。どうですかね。今更ですが、自分も不安になってきてしまいました。幹事とはいえ任せっきりにしてるのあんまり良くないかもですね。そうだよね。よし、今日の放課後みんなで様子見に行こう。予定通りに行けばまだセーフなんだからさ。何より手伝えることがあるなら手伝いたいし。そうですね。御嶽さんはどうしますか？私も行きます。一応参加させてもらうわけだし、今日は特に用事もないんで。オッケー、それじゃあ放課後に校門前で待ち合わせね。了解です。それじゃあまた放課後に。はい、それじゃあまた後で。あ、来た来た。おーい、あやかな。あれ、リサちゃん？それにまやちゃんとランちゃんも。どうもこんにちは。お疲れ様です。どうしたの今日は？なんか用事でもあった？いや、お花見の準備はどうなってるかなとか思って。こっちに来る予定もあったので、ついでに話を聞いてみようとなりまして。そうだったんだ。ごめんね、わざわざ来てもらっちゃって。ふふん。お花見の準備は昨日も画像を送った通り順調にいってると思うよね、かのんちゃん。お弁当も順調だし、お花見のしおりも割とよくできてるから楽しみにしててね。それは楽しみだね。まだ作りかけなんだけど、ちょっと見てみる？いいよね、かのんちゃん。もちろん、みんなの意見も聞きたいし、ぜひ見てほしいな。それじゃあ、どんな感じかちょっと見せてもらおうかな。感じになってます。おお、表紙に画像を使ってかなり凝ってますね。今日は待ちに待ったお花見です。みんなとにかく楽しみましょう。これは当日の心構えみたいな。そうだよ、やっぱりこういうのは自分から積極的に楽しもうって気持ちが大事だから。こっちは注意事項ですか？注意事項その1、桜を見ながらみんなでとにかく楽しもう。ざっと見た感じ、とにかく楽しもうっていろんな場所に書いてありますね。本当だ、全然気づかなかった。大事なことだから無意識で何回も書いちゃったのかも。あれ？ここの集合時間のところまだ空欄だけど、これってまだ決まってないの？あ、そうだ、それを決めなきゃねってカノンちゃんと話してたんだ。それじゃあみんなでお弁当を食べるから午前中から集まらないとだよね。そうしたら10時くらいかな。いいと思う。あ、けど10時だとこの時期まだちょっと寒いかな。あ、そっか、そういえばそうかも。それじゃあ11時くらいにする？けどせっかくならみんなでのんびりしたいよね。
どうしようか。10時、11時。10時も11時もそんなに気温変わらないって。それじゃあこうしよう、寒くないようにそれぞれ厚着をして10時に公園集合。うん、そうしよう。イサちゃんありがとう。こっちの持ち物の方も空欄ですけど、自分飲み物とか持っていきましょうか。あ、お茶とジュースは当日コンビニで買っていくつもり。あったかい飲み物は私が持っていくことになってるんだけど、何かリクエストとかあるかな。お、そうなんだ。外でお弁当を食べるってことは紙皿とかも必要じゃないですか。それは昨日お弁当作りの後にカノンちゃんと買いに行ったんだ。可愛いの選んだから楽しみにしててね。ビニールシートとかは？それがね、昨日探してみたらカノンちゃん家にすっごい大きいやつがあったんだよね。昔家族のピクニック用に使ってたやつなんだ。あれならみんな入れると思うよ。そっか、結構順調みたいだね。うん、みんな心配してくれてありがとう。ちゃんと準備は進んでるから大丈夫だよ。しおりは明日みんなに渡すつもりだったんだけど、なんか心配かけちゃってごめんね。それじゃあ私たちしおりを完成させないとだから、またねみんな。ああ、行っちゃいましたね。なんというか、思ってた以上に準備順調に進んでましたね。もしかして私たちがせっかちなだけだったり。そうなんですかね。こうなったらあやさんと松原さんを信じましょう。うん、だね。私たちは当日を楽しみに待ってよっか。あとはこのお花見のしおりを人数分コピーすれば準備完了かな。みんな喜んでくれるといいな。よし、あとちょっと頑張ろうね。うん。あのさ、あやちゃん、昨日の夜すっごい懐かしいものを見つけたんだ。これなんだけど、あやちゃん覚えてる？冊子？あれ？なんだっけ、これ。表紙のところ、よく見てみて。バイトマニュアルって書いてあるけど。あ、これ、ひょっとして、私が昔作ったやつ？そう。私がまだバイトに入りたてで、仕事の内容が全然わからないときに、あやちゃんが作ってくれたんだよね。これ、まだ持ってくれてたの？もちろんだよ。私はこのバイトマニュアルにすっごい救われたんだもん。これがあったから私はバイトが続けられたと思ってるんだ。あの時はありがとう、あやちゃん。そんなこと改めて言われると照れちゃうよ。これ中見てもいい？自分で書いておいてなんだけど、どんなことを書いたのか全然覚えてないな。もちろん、読んでみて。バイトマニュアルその1、仕事中は明るい笑顔でとにかく頑張る。え、カノンちゃん覚えてるの？だってバイトの先輩のありがたい言葉だもん。ちゃんと覚えてるよ。先輩って私の方が1ヶ月ぐらい早いだけだよ。けど先輩は先輩だよ。そう言われるとそうなんだけど。だからそのマニュアルは本当に全部覚えちゃうくらい読み込んだんだよ。っていうか今見てみると、とにかく頑張るばっかりでほとんど参考にならないね。ううん、そんなことないよ。私はそのマニュアル通りにとにかく頑張ったらバイトが楽しくなったんだ。マニュアルを作ってくれたあやちゃんのおかげで今のバイトが好きになったの。かのんちゃん、この前あやちゃんが
お花見の当日にみんなが喜んでくれそうなものないかなって言ったでしょ。私その時にこのバイトマニュアルのことをふと思い出したんだ。こういう冊子があったらみんな喜んでくれるかもなって。なんか嬉しいな。私が作ったバイトマニュアルをそんな大事に思ってくれてたなんて。こんなことならもっと綺麗に書いておけばよかったよ。あ、見て、ここ字間違えてる。わ、ここもハンバーガーがハンガーバーになってるし。カノンちゃん、修正テープとかある？ハンガーバーだけを直させて。ちょっとこれは恥ずかしすぎるよ。ダメだよ。これは私の宝物なんだから。ここをホチキスで留めて。うん、これでお花見のしおりは完成っと。お疲れ様。やっと出来上がったね。字の間違いとかないか慎重に確認しておかないとね。ハンガーバーみたいになっちゃうと恥ずかしいから。あやちゃん気にしすぎだよ。ん？あ、どうしたの？あやちゃん、バイトマニュアルでふと思ったんだけど、私とにかく楽しもうってちょっと書きすぎてないかな。あっちもとにかく頑張るばっかりだったし。あやちゃんも言ってたでしょ、こういうのは自分から積極的に楽しもうとする気持ちが大事って。そっか、そうだよね。うん、大事なことだもん。何回言ったっていいよね。よーし、それじゃあお花見の当日はみんなでとにかく楽しもうね。うん、楽しみだな。それじゃあみんな、いくよ。せーの、乾杯。乾杯。このサンドイッチ美味しい。サーモンとアボカドのサラダサンドだ。見た目もすごく可愛いですよね。この前の画像よりも華やかになった気がします。あ、気づいてくれた？鳩の種類もたくさんあった方が楽しいかなと思って、あの後、あやちゃんと二人で買いに行ったんだ。犬とイルカ、なんかあやさんと松原さんチョイスって感じする。ロールケーキみたいなやつもいいよね。私もこれ今度作ってみよっかな。簡単に作れて見栄えもいいから超おすすめだよ。ちなみに、じゃーん、実は私もちょっとした料理を持ってきたんだ。卵焼きとか唐揚げとか定番のものしかないけど、よかったらこっちもつまんでね。実は私もその料理ってあんまり得意じゃないんで、コンビニでお菓子買ってきただけですけど。自分も一品持ってきました。野菜スティックです。野菜スティック？いやいや、これが結構美味しいんですよ。何より野菜は体にもいいですし。確かにサラダよりも手軽に食べられるし、お花見にもぴったりかも。そうなんですよ、さすがは御岳さん。遠慮せずに一本どうぞ。松原さんも。どうも。ありがとう、まやちゃん。いっぱい大満足。うん、でも少し食べ過ぎちゃったかも。自分もです。それにしてもこのお花見のしおり素晴らしい出来ですね。感動しましたよ。それ私も思った。桜の種類が写真付きで紹介してあって、すごい完成度だよねこれ。本当よかった、喜んでもらえて。私もソメイヨシノとか八重桜とか有名なのはわかるけど、知らない種類の桜も結構ありました。おお、
蘭にそう言わせるなんてすごいじゃん、アヤ。自分はこの桜にちなんだ短歌と俳句に感動しましたね。実際の桜を見ながらこういう文化に触れられるのは本当に贅沢なことだと思いますよ。みんながそう思ってくれたなら大成功だね、あやちゃん。うん、なんていうかさ、今日のお花見はあやとカノンの2人が幹事をやってくれたからこそできたお花見って気がするな。ですね、こののんびりした感じ悪くないです。あやさんと松原さんの人柄が現れたようなお花見とでも言うんでしょうか。私たちの人柄？どういうこと？別に私たちは普通にお花見の準備をしてただけだけど、なんか変だったのかな。まあとにかく2人には本当に感謝って感じ。こんなにのんびりできるお花見なかなかないよ。確かにお花見ってどちらかというと賑やかな感じがしますからね。ここだけ時間がゆっくり流れてるみたいですよね。そうそう、まさにそれ。二人ともありがとね。お花見の準備二人にやってもらって本当によかったよ。そんな改めて言われるとちょっと照れるよね、カノンちゃん。私たちはとにかく頑張っただけだから。あ、もしかしたらこれもあやちゃんが作ってくれたバイトマニュアルのおかげかな。それは違うと思うけど。あやが作ったバイトマニュアル？何それ、気になるね。私がバイトを始めた時に。カノンちゃん、その話はいいよ。間違いとかあって恥ずかしいから。アヤさんが恥ずかしがる間違い、余計に気になりますね。私も見てみたいかも。